ではこのトレーニングの注意点について説明していきます。まずは、片足立ちの形で、後ろに足を出していきます。でこの姿勢から足を早く上に引き上げてくる動きになるんですが、でこの上げてくるときに体も一緒に振ってしまったりすると足のスピードが遅くなってしまうので、できるだけ体は少し前傾姿勢を保ちながら、早くこの姿勢を保ちながら足だけを上げてくるようにしてください。また片足のバランスがうまく取れていないと体が倒れてしまっていたりとかしてしまうので、しっかりとまっすぐな状態を保ちながら後ろに足を引いて、そこから早く引き上げるということが大事なポイントです。